はい、ゆうなでこうチャンネルの浦上です。今回はこの桜、ボールペンを新しく買いましたのでレビューしていきたいなと思います。桜クレパスのなんかちょっと高級ラインですかね、桜クラフトラボ、の、ボールペンです。まあ、ちょっと開封実は2回目なんですけどね、この前、システム手帳の動画上げる際に、1回開けてみました。こんな感じですね。2色あって、ゴールドとシルバーあるんですけど、僕はゴールドの方にしてみました。ゴールドが真鍮ですね。シルバーの方がアルミだったと思います。はい、こっちのブラスの方が、経年変化した際に、僕はこっちの方が好きかなと思ってブラスにしたんですけど、非常にですねアルミと比べても重さもあって、好きですね。人によったら軽い方がいいよっていう方はアルミの方がいいかと思います。はい、一応こうスクリュー式で、はい、いい感じですね。ちょっと分かりにくいですけどね。スクリューのタイプですね。でこれも、ネットにも書かれてたのを見たんですけど、このスクリューの部分がちょっと動画で伝わるか分かんないですけどね、このちょっと戻すと、あとはこう自動で戻っていくと。こっちにしましょうか。ピント合ってますかね。こう少しひねると分かんないですね、ピントがなかなか合いづらくて、これはどっちでもいいというか、どうでもいいけど、これは動画として絵的に見てて面白いなと思った機構ですね。はい、もともと使ってたのが、結構動画にも出したんですけど、こうペリカンの R400、ローラーボールのタイプですね。はい、こういう、なんていうんですかね、キャップ式のものを使ってて、次、ノック式か、こういうスクリュータイプの使おうかなって思ってて、ちょうど探してたらこれ良さそうなの見つけたんで購入した感じですね。はい、一応ですね R400 もどのぐらいかな、多分7年ぐらい7、8年使ったと思うんで、もう新しく変えてもいいかなと思いました。一応2023年はですね手帳をこれにするよっていう話を以前したんですけど、それって一緒でペンも新しくせっかくなんで変えようかなと思って変えてみました。はい、実際ですね R400 と比べて、当然ですけどかなり重たいですね。多分3本分ぐらいあるんじゃないかなっていう感じなのと、長さがすごく短いんですよね。こういう感じで、これがですね使ってみてどうなのかっていう部分ですよね。今日変えてみてどうのっていうわけではなく、多分長期使ってたらこの重さとかこの短さっていうのがすごく嫌になるかもしれないし、こっちの方がいいなってなるかもしれないし、ちょっと使ってみないと分かんないんですけど、一応 R400 も比較的短いブルーには入るんですけどね、このキャップすると、ちょうどいい長さになるっていうことだったんで、キャップなしだとですね、はい、こんな感じですね。キャップなしだと若干ですけど、こっちの桜の方が短い感じですね。こうの方が分かりますかね。はい、1センチぐらい短くなっております。はい、それではちょっとペンホルダーとか刺してみましょうか。あ、でもいいかもしれないですね、このスクリューの機構、片手でも操作しやすくて、出すときはあれですけど、
しまうときはこうちょっと回すだけで戻るっていうのはすごく便利かもしれないですね。出すときは、まあ、ギリギリ1回でいけるはいけるか、1回で出せて、1回で出せて戻すときはちょっとで戻るということで、で、まあ、一般的なペンホルダーのサイズなんで、まあ全然入るとは思うんですけど、ペリカン入れたらこんな感じですね。なんかシステム手帳、こっちの方のレビューみたいになってますけどね。こっちの方がちょっと、緩いですね。キャップの部分がおそらくちょっと太いんで、本体どうなんだろう、ちょっと比べようがないんで、実際にデータを見ないと分かんないですけど、本体部分はおそらく同じぐらいのサイズ感かなと思います。でまたこれ真鍮なんで、この滑りがいいですね。まあ、ちょっとこれ抜けないかなって心配ですけどね、こうバッグの中とかで、まあ意外と大丈夫そうですね。一応クリップがないので、なんていうんですかね、ペンホルダーに引っ掛ける際にこう抜け落ちるっていうのはちょっと危ないかもしれないですね。はい。で、これなんか一部分に、あ、こんな感じですね。重りが一箇所入ってて、こう転がって落ちるのをですね、抑制するような機構になってるということでした。なので、ずっと転がり続けるというより、こう、どっかで止まるっていう感じなんですね。なんか面白いですよね。まあちょっと坂道とかだと無理なんだろうなとは思いますけど、まあ、通常の机の上とかでこう転がった際は、まあ問題なく止まるかなと思います。はい。まあ、これがどうなんですかね、いるのかいらないのかわからないですけど、僕も机の上とか比較的汚いんで、これがこう止まる前に何か物に当たって止まりそうな気はしますけどね。はい、ちょっと変えてみましょうか。一応リフィルもいろいろ売ってたんで、これ 0.7 かな、最初まあ入ってる状態のものなんですけど、一応 0.5 とかあったんで、そっちもリフィルは購入しております。これリフィルがですね、比較的安いのが、いいなと思う点でもあって、結構こういう高級ラインのボールペンってリフィルがすごく高いんですよね。特にこういう海外製のものだと、だいたいリフィルが1本800円から1500円ぐらいの間ですかね。もうボールペンですけどね、全然万年筆のインク1本っていうか、まあワンボトル買えてしまうような値段でインクが売ってたりするんで、こっちのペリカンの方も、一応中はですね変えてて、オートの、芯ですねのブルーブラックにしてるんですけど、こっちも今おそらくブラックですよね、最初についてるの。はい、これも、ブルーブラックを、購入しております。でリフィルが、正規のもので、多分300円かなぐらいだったと思うんで、まあ、これ海外のものに比べると本当に、まあ、3分の1から5分の1程度の価格っていうのもいいですよね。まあ、それでも高いんで、もう比較的毎日すごい書くよっていう人にはおすすめできないですけど、まあ、僕はあんまり書き物しないので、まあ、1本が数ヶ月、半年とか持つと思いますので、まあ、それで300円ぐらいだったら、まあ、いいかなっていう感じですね。職種によったらですね、本当1ヶ月、僕も以前そうでしたけどね、1ヶ月に1、2本使ってるっていう時期もありましたんで、そういう人だとちょっと高いかもしれないですけど、まあ、それでも月に1000円はいかないぐらいのリフィル代なんで、まあ、ギリギリ大丈夫じゃないですかね。はい、それではちょっと書いてみましょうか。意外といいですね。意外と書いてまだ書いてないですけども、この時点で、あ、これめちゃくちゃいいですね。これ 0.7 で、まあ、太いのは太いんですけど、まあ、全然いいかもしれないですね。
はい、これめちゃくちゃ書き心地がすごいいいですね。あーすごいいいですね。なんか語彙力のなさよっていう感じですね。このすごいいいしか言えないですけど、本当にこれ書き心地いいですね。うん、僕結構ペンは、まあ、O とか、そうですね、パイロットの書き心地がすごい好きで、まあ、もちろんその、まあ、各メーカーいろいろな種類のインクを出しているので、まあ、種類にもよるんですけど、どちらかというと、油性だと、まあ、ジェットストリームが当然一番売れてると思うんですけど、ジェットストリームだと滑りすぎて、まあ、あんまり好きじゃなくて、で、まあ、パイロットの何ですかね、パイロットのやつ、はい、とか書き心地、書きやすさは僕はすごい好きで、でもできれば水性の方が好きなんで、まあ、なるべく水性ですね。まあ、安いペンだとサラサとか、好きですけどね。これインク水性に近いですね。おそらく水性ではないと思うんですけど、ちょっとすいませんね、その辺調べてなかったんで。インク油性インクですけど水性に近いような、まあ、ゲルですかね、ゲルインクっていうんですかね、ジェルインク、ゲルインクですよね、ゲルインクの部類に入るんだと思うんですけど、まあ、すごく書きやすいですね。で、太さもそこまで、気にならないというか、なんですかね、おそらくこれノート、MD ノート使ってるんですけど、 MD ノートとの相性が、まあ、もしかしたらすごくいいのか、まあ、MD ノート万年筆で、たまに書いてますけど、万年筆で僕は、まあ、パイロットかウォーターマンのインク使うことが多いんですけど、まあ、どちらのインク使っても、まあ、水性があまり良くないんでしょうね。 MD ノートと水性で、まあ、使ってる人もいると思うんですけど、僕はあんまり好きじゃなくて、まあ、どちらかというと油性の方がとか鉛筆系の方が合うなと思ってるんですけど、このインクはすごく MD ノートとも相性いいですね。ちょっと他のノートもいろいろ試してみたいですね。今ないのであれですけど、あ、これがこれがですね、こう何でしたっけ、こういう、やつ、こういうやつです。分かる人は分かると思うんですけど、はい、これもちょっと結構書いてるんで、いいですね。結構ノートいいかもしれないですね。何にでも合いそうな気がしますね。今ちょっとあのシステム手帳とかでよくある薄いやつ、あれが今ないので、あの辺で試してみたいなと思いますけど、まあ、絶対にじまないだろうなっていう感覚はあるので、水性みたいな書き心地で、まあ、水性と違って、まあ、にじまないっていう部分ですごくいい、インクだなと思いました。最近ですね、このサインを、練習してたんですよ。別に書く機会はないんですけど、なんかあるじゃないですか、あのペンのめちゃくちゃ字の上手い人が、まあ、インスタとか TikTok とかでこう文字を書いていく、ボールペンなのになんて言うんですかね、この筆のようなまあ、綺麗な感じで書いてるの見るの好きで、僕字がすごく汚いんで、まあ、そういう綺麗な字を見るのがすごく好きなんですけど、まあ、そういうのもあってもともとペンが好きな理由もあるかもしれないですね。やっぱ字が綺麗な人って多分100円のボールペン使ってると思うんですよ、まあ、勝手な偏見ですけど。で、僕みたいに字が汚い人っていうのは少しでも字が
上手くなるように、まあ、練習しろよっていう話なんですけど、ペンを変えれば字が上手くなるんじゃないかっていう勝手な、ことを思ってて、で字が上手くなるペンを探し続けてるっていう、まあ何なんでしょうね、ペンが好きな人は勉強嫌いな人かもしれないですね。はい、まあそんな感じで、まあ勝手な偏見は置いといて、まあ、このペンすごくいいですね。でさっきも言ったんですけど、おお、ワンちゃんが登場しましたね。サラサ、まあ、水性ペンが好きな理由ってそこもあって、これ結構ですね、僕の周りの字が汚い人たち、サラサ率高いんですよ。はい、なんで、まあ、これも偏見ですけど、字が汚い人サラサ使ってるっていう。ただですね、サラサ使うと比較的ですね綺麗に書けるんですよね。これ僕も含めて、これ皆さんそう言われるんで、なのでまああれはあれで魔法ですよね。サラサっていうのは書き心地がこうサラサラっと書きやすいっていうだけじゃなくて、まあ字が汚い人の味方っていうペンでもあるなっていう。で、まあこれのインクに関してもそれは言えますね。ちょっとサラサレベルで、綺麗に書けてるような気がします。でなおかつ、まあ、にじまないと、これめちゃくちゃいいんじゃないですかね。すごい書きやすいですね。あの海外のペンの感じに近いですね。海外のウォールペンのリフィルって比較的こうぬるぬるっとする感じのものが多いと思うんですよ。ちょっとあの伝わりにくいですけどね、まあ、ヌルヌルっていう感じのインクの出方といいますか、まあ、ボールペンのこのローラーボールの動き方といいますか、まあ、そういうこうヌルヌル感、あれにすごく近いなっていう印象です。でやっぱ海外のものって精度が低くて途中かすれたりするんですけど、これ一発目ですよ。ここに書いたのちょっと見えづらいですかね。一発目からもう一回も擦れることなく、で擦れる気がしないですね。まあもちろんインクが少なくなってきたらどうなるか分かんないですけど、まあここまでこう密度が高く、こうなんて言うんですかね、もうかすれることなくきっちり書けるこのぬるぬる感のあるボールペンって本当に出会ったことがないかなっていう気がしてます。まあ、これ太いペンを使わないので、まあ、太い 0.7 とかだとそれが当たり前なのかもしれないですけど、まあ、海外のもう太いですからね、基本的に、まあ、アルファベットというのはそんな細かい字書かないんで、まあ、英語圏の人とかは、まあペンの細さなんか気にしないですよね。太くても全然書けると思うんで、はい、まあ日本人はですね、どうしても漢字が細いというか細かいんで、細いペンの方が書きやすいんで、まあ主流なのも 0.5 以下ですよね。 0.28 とかどんどん細いペンも出てたりするので、まあ、細いペンの方が書きやすいっていうのもありますけど、まあ僕みたいに別に学生でもなくて、誰かのためにノートを書くわけでもなくて、自分が見れればいいっていうので、こう枠も気にせず、なのでまあ罫線もこう横じゃなくてですね、僕は基本このブロックの方眼のものを使ってるんですけど、方眼を全然はみ出しまくっても気にしないっていう方、だと、さらにいいかもしれないですね。まあ、これちょっと 0.5 とかリフィルも買ってるので、そっちも試したいなとは思うんですけど、 0.7 でなんかちょっと満足しちゃった自分がいて、 0.5 のリフィル買う必要なかったんじゃないかなとも少し思ってます。はい、あとはまあ見た目と、長さ重さですかね。僕比較的ちょっと手大きい方なんですよ。ちょっと比較するもんがなかったんでペンで、いきますけど、身長もでかいんでね、手もでかいんですけど、まあすごい短かったんで、まあ、もちろん長さは公式で出てるので、長さも見た上でこれのR400 からの買い替えっていう形だったんで、この、まあ、このぐらいの差があるっていうのは、分かった上で購入したんですけど、どうしてもこの R400 のこの上のですねキャップを外した状態で書くとすごく短く感じてて、
不安だったんですよね。若干不安で、実際ですねこう思った時にここほとんどないので、こうの方がわかるかな。まあそれは人の持ち方なんで、いろいろ持ち方によって変わりますけどね。僕みたいに手がでかい人だとあれかなと思ったんですけど、今気づいたのが持ち手がですね、持つ時に R400 だとこの部分、キャップが収まる部分ですね、これより上を僕持ってるので、それでちょっとここが短く感じてたのかなっていう感じですね。でこっちの桜の方だとここまで、あるので、イメージ的には、まあ、こういう感じですかね。こういう感じでここで、合わせた時に長さが桜の方が長いんですよね。なんで実際、測ってこっちでこう試して、あこれより1センチ短かったらちょっと本当に分かんないなって思ったんですね。こういう感じで手の中にこう収まっちゃうんじゃないかなっていう不安はあったんですけど、まあ、それでもまあ見た目が良かったんで、まあ、この持ち方をちょっと変えてでも使いたいなと思ってて、で、まあ、真鍮なんでこう経年変化していくっていうので、まあ、2023年から使い始めて、まあ、5年後とかですね、まあ、3年後とか5年後の経年変化もまた動画に上げれたらなとか思いながら、新しく変えてみたんで、まあ、これだったら長く使えそうだなって思いますね。実際にこの、際の部分で持てばもうほぼ一緒ですよね、ペリカンの R400、まあ、このぐらい余る感じですかね。このぐらいなんで、まあ、ちょっと逆に桜の方がちょっと余って、まあ一緒ぐらいですかね。はい、なんでちょっと短かったんで気になってたんですけど、めちゃくちゃ良かったですねこれは、うん、なんか久しぶりですね。ペンも好きなんで、その結構買ったりするんですけど、まあ何を買ってもこのペリカンの R400 に戻ってくるというか、まあ、見た目もかっこいいというか好きなんで、このセルの感じもなんか陶芸っぽいですよね。でいいんですけど、まあ唯一気に入らない、気に入らないっていうことの部分、気に入らないっていうほどのものではないんですけど、やっぱりですね、このどんだけ使っても変化しないっていう、部分ですよね。まあ多少傷が入ったり、こういうところの、くすみとかは出てくるんですけど、まあこういうのは綺麗にしようと思えばできますし、まあ、傷もそこまでね、やっぱりノートとかノートカバーとかに比べると傷も入んないんで、昨日買いましたでこれ出してもそこまで違和感ないんですよね、まあ、それがいい点でもあるんですけど、僕はもともとその革製品とか、まあ、デニムとかも好きなんですけど、やっぱ経年変化していくっていうのが一つの、ものの魅力であって、その人の使ってきた、まあ、人生の一部であるっていう感覚なので、こういうブラスとかだともう使っても使わなくても多分経年変化するので、まあ、経年変化して汚くなったものをまた綺麗にしたりとか繰り返して、まあ、よりですね愛着持って使えるものかなっていう感覚ですね。なんかめちゃくちゃここで犬が寝てるんで鼻息が入ってそうですけど、で桜のまあ、この定番の柄ですけどね、見えますかね、はい、これもいいですよね、ここの部分、はい、ペリカンだとこうペリカンのマークが入ってますけど、この桜のシンプルな、なんかちょっと日本人らしくていいんじゃないですかね。俺めちゃくちゃおすすめですね。ボールペン何か1本、まあ、高級なものを探されてる方いたら、まあ、そこまで、まあ高いですけど、海外のものに比べると安いですし、もうめちゃめちゃこれ重量感あって、まあ高級感も当然ありますし、うん、まあ重たいのが気になるっていう方はおすすめできないですけど、そうでない方はこれかなりおすすめですね。うん、なんか作りがすごいいいですよね。僕こういうギミック付きのって正直あんま好きじゃなくて、まあ、ノック式よりは全然スクリューの方が全体的に安定してますけどね。なんでこういう Q
キャップ式をずっと使ってたかというと、どうしてもこうノック式とか、あの、なんて言うんですか、まあ、マルチペンでこう横とかね、ついてたりするのって、まあ、その部分にこうバネが入ってて、そのバネがやっぱこうオイルが抜けてきたりとか、まあバネ自体がきしんできたりとかで、まあ、異音がするっていうのが一番なのと、まあ、もちろんあのシリコンスプレーとか拭けば直せるんですけど、まあ、そういう手入れが比較的必要なのと、どうしてもイメージ的にですね、ここのガタつきが多いイメージがあって、まあ、それもまあ海外製だからかとかあると思うんですけど、海外製品でもこういうスクリュー式だと比較的、ガタも少ないんですけど、これ本当にまあ日本製なのかは分かんないですけど、まあ、日本のメーカーだけあってもうすごく精密に作られてるなっていう感じですね。はい、まあ、ボールペンで言うとラミー2000とかあの辺はもう最悪な感じですね。結構まあデザインも良くて、まあ、色も4色ペン3色4色ですね。で、まあ、使いやすいんで細身で軽くて使ってる人多いですけど、まあ、僕はあんまり好きじゃなくて、あの辺もやっぱきしむ音が結構出たり、しますよね。でガタつきも多少あるかなっていう部分なので、まあ、そういうなんか細かな部分、まあ、字が汚いやつが語るなよって話ですけど、まあ、細かい部分が気になるような性格だったらより一層ですね、これおすすめですね。はい、で一応僕も今触りながら確認しますけど、この真ん中の部分、ここね、段差がね全くないんですよ。ここからこう分かれるんですけど、これもさっき言ったラミー2000をイメージしてもらえば分かると思うんですけど、ラミー2000もあのどこが切れ目なんか最初分かんなくて、そのぐらいもうピシッとしてたんですよね、ここ。でこれの場合はちょうどこの素材のこっち、滑り止めなんかな、まあ、ちょっと材質多分滑り止めだと思うんですけど、ここの部分は、削ってあって、こう色が若干違って見えるので切れ目は分かるんですけど、まあ、こんな感じですね。リフィルが、入っております。はい、あでもラミーのもそうですね、この同色なんで切れ目がないのは、切れ目が分かりづらいのはデザイン的にすごくいいんですけど、ここがですねちょっと丸まって先が細くなってるんで、僕あの手のタイプは筆圧が高いんで、こう書いてるうちにこう下に滑っていっちゃうんですよね。あれはすごくストレスで、まあ今はほとんどペン使わないんでそこまでストレスにならないかもしれないですけど、ちょうど使ってたのがめちゃくちゃこう書くことが多い時期で、でめちゃくちゃこう滑ってこう下にずれていくっていうのが嫌で、なのでその辺からペンの形っていうのにもこだわり出して、もう本当に見た目が好きとか、デザインが好きっていうだけで買ってたんですけど、もう最終的にはこの書くとこですね、これ若干ですけどね、ペリカン細くなってるんですけど、これ全く滑らないんで、まあ、材質的な問題ですけどね、まあ、これはこれでいいんですけど、基本的には、滑りにくくなってるような、デザイン、この先につれ細く徐々に細くなってるというよりは、この本当にペン先以外は同じような太さ、もしくはここだこの辺ですかねだけくぼんでてこう戻ってるような、ここで止まるようなデザインがですね、好きなんで、これももうズドンと同じサイズですね、こうまっすぐペン先まで同じサイズできてますので、これ多分まあ長時間使ってみないと分かんないですけど、多分ですけど滑らないですね。はい、これめちゃくちゃ久しぶりに、テンション上がりましたね。これはかなり使えるペンだなと思いました。はい、まあ、気になるのはもうここだけですよね。これ多分まあ、大丈夫ですかね、まあ、使ってみてここが、ペンホルダーから滑って抜けるようであれば、その辺はまあ 何かしら対策しないといけないなとは思いますけど、まあ、今のところはこれでいいかなっていう感じですかね。